落ち着いてなぜそんなに怒っているの隣を見ると椅子に足を上げている人もとっても失礼です旅行プラットフォームが台湾を含む10の国の旅客を対象に調査した機内で体験した最も耐えられない体験ランキングで第1位は失礼な乗客で中でも肘掛けを奪う靴を脱ぐが最も耐えられない行為でしたなお2位は飛行機の遅延 3位は騒がししい乗客でした。台湾のみのランキングでは失礼な乗客と騒がしい乗客が同率1位飛行機の遅れが2位で泣く赤ちゃんが3位でしたうるさいのはいいけれど遅延は受け入れられない。 遅延は時間を取られる遅延は大丈夫でもうるさいのは降りたくなる前に遭遇したのは上の荷物置きに荷物を置こうとしたら女性がここは私の旦那が置く場所だからって私たちに置かせてくれなかったことがある <laughs> 泣いている赤ちゃん我慢するしかないわねその子だってかわいそうよ気圧で耳が痛くなることもあるんだから 子供が飛行機の中で泣いて騒ぎ出すのを多くの台湾人乗客は耐えられない NG 体験だとしています。親もちょっとした工夫をしています。たくさんおもちゃを持って出かけるよう、これであやす。もしうずり出したら席を離れてトイレで落ち着かせる。子供の注意を引くものをたくさん詰めています。やっぱり出国は大変です。みんな気分が悪くなる飛行機には乗りたくないと思っています。 Yeah oh.